再開いたします。末松文心君。皆さんこんにちは。沖縄自民党会派末松文心、これから一般質問を行います。まずはじめに一時の政治姿勢についてであります。括弧一の普天間飛行場代替施設建設について、我が自民党会派は去る11月4日から2日間の日程でキャンプシュワブの埋め立て現地視察と久米3区との意見交換会、そして金町の金サンライズビーチの行政視察を行ってまいりました。知事は普天間飛行場代替施設建設用地の公有水面埋め立て事業を自ら承認し、これを自ら阻止しなければならないという大きな矛盾を抱えている中で、称賛のない訴訟を繰り返しております。あたかも埋め立て事業が阻止できるかのように繰り返しているのが現状であります。その証拠に度重なる裁判の結果、県が敗訴する中で、またしても去る12月8日、県が国土交通省の裁決は違法だとして裁決の取り消しを求めた抗告訴訟についても、最高裁が県の上告を棄却されました。そこで通告後に関連する判決が示されましたので、質問の整合性を図るため A は削除させていただきたいと思います。次に E、 この間提起した訴訟数と証書、敗訴、取り下げ、係争中等の種別と訴訟費用について伺います。2、名護那覇間の鉄軌道導入の進捗状況と見通しについて伺います。それから大きな2、北部医療センターの整備について、括弧1、整備スケジュールについて伺います。括弧2、建設予定地の整備状況について伺います。括弧3、沖縄県北部医療事務組合の設立に向けたスケジュールについて伺います。括弧4、事務組合の経費の支弁方法について伺います。3、伊平屋伊豆納村の診療所及び宿舎等の移転計画について、これにつきましては前回の議会で病院事業局長は北部医療センターの整備とは別に進めるとの答弁がありましたけれども、その後の進捗状況について伺います。括弧1、伊平屋村の施設ごとの移設改築の時期について伺います。括弧2、伊是名村の施設ごとの移設改築の時期について伺います。括弧3、管理運営の考え方について伺います。4、人材育成について、北部やんばる定住条件の一つである中高一貫教育校として、この度県立名護高等学校附属中学桜中学校が来年の春に開校の運びとなっております。この場を借りて関係者の皆さんに深く感謝を申し上げます。括弧1、名護高等学校附属桜中学校の応募状況について伺います。括弧2、名護商工高等学校へ建築設備系の学科設置の進捗状況について伺います。5、農林水産業の振興について、今議会で多くの議員が質問しておりますけれども、括弧1、燃料や飼料等の高騰に対する生産農家への支援措置について伺います。括弧2、名護食肉センターの移転整備に向けた取り組みとスケジュールについて伺います。括弧3、北部 GP センターの統合、計画について、当初は新聞報道によると
10月1日付で統合を予定しておりましたけれども、関係者の反対もあって、来年3月まで延期になったとの報道があります。現状についてお伺いします。括弧4、北部地域における廃棄の端数と処理方法及び費用について伺います。6、工業用水について、括弧1、沖縄本島北部地域で取水しているダム、河川の名称と取水量について伺います。括弧2、名護市における工業用水の需要調査について伺います。括弧3、需要に対する供給状況について伺います。以上、一時質問として、次は再質問させていただきます。知事、玉城デニー君。末松文新議員のご質問にお答えいたします。農林水産業の振興についてのご質問の中の5の両括弧1、燃料や飼料等の高騰に対する農家支援についてお答えいたします。今般の肥料、飼料等の生産資材価格の高騰などによる生産コストの上昇は、農業者の経営継続や地域経済への影響などの観点から、強い危機感を持っているところであります。このため、沖縄県では緊急対策として、配合飼料価格安定制度の生産者積立金や、粗飼料および肥料購入経費への補助などに取り組んでいるところであります。さらに配合飼料は価格高騰が続き、畜産農家の経営が逼迫している状況にあることから、今議会での追加支援策を計上することとしております。沖縄県としましては、金融や国際情勢の動向が不透明であることから、資材価格の動向等を注視し、引き続き農業経営に影響が生じないよう進めてまいります。その他の質問につきましては、部局長から答弁をさせていただきます。知事公室長、加賀昇君。1、知事の政治姿勢についての括弧1の E、訴訟数と訴訟結果及び費用についてお答えいたします。辺野古新基地建設に関連し、県と国との間で生じた訴訟は12件であり、訴訟の結果については、和解等により取り下げとなったものが4件、敗訴が5件、係争中が3件となっております。訴訟に直接要した費用の総額は、応訴費用も含め、1億86万7926円であります。以上でございます。企画部長、義馬秀樹君。1、知事の政治支援についての括弧2、鉄軌道導入の進捗と見通しについてお答えいたします。県では平成30年5月に構想段階における計画書を策定し、名護・那覇間を1時間で結ぶ外略ルートを決定いたしました。その後の調査で、費用便益については、政治家の結果、1を超えるケースを確認し、国に説明を行ってきたところです。鉄軌道導入後の持続的運営のための特例制度について、令和4年度から国においても調査検討が進められることも踏まえ、引き続き鉄軌道の必要性を丁寧に説明しながら、早期導入に向け、国との協議を進めてまいります。以上でございます。保健医療部長、糸数徹君。
2、北部医療センターの整備についての中の括弧1、整備スケジュールについてお答えします。北部医療センターについては、現在、基本設計を行っており、令和5年度から令和6年度にかけて実施設計、令和7年度からの土地の造成、令和7年度から土地の造成や建築工事に着手し、令和10年度当初の開院を予定しております。同じく2の括弧に、建設予定地についてお答えします。北部医療センターは、名護市にある県立農業大学校移転後の敷地に建設することとなります。県立農業大学校は、令和6年度の宜野座村への移転に向け整備を進めているところであり、移転後の令和6年度中に施設の解体撤去を行い、令和7年度から北部医療センター整備のための土地の造成を行う予定となっております。同じく2の括弧3、沖縄県北部医療組合の設立スケジュールについてお答えします。沖縄県北部医療組合は、県議会及び北部12市町村議会で組合規約の議決を得た後、令和5年1月に県と北部12市町村で協議書を締結し、総務省に対して組合設立の許可申請を行います。令和5年3月までに総務省から組合設立の許可を受け、4月1日に沖縄県北部医療組合を設立することとなります。同じく2の括弧4、一部事務組合の経費の支弁方法についてお答えします。沖縄県北部医療組合の経費は、組合の事業から生ずる収入、補助金、地方債、県及び北部12市町村からの負担金、その他の収入をもって充てられます。県は整備費用にかかる借入金の償還に関する支援、償還に対する支援と、病院及び診療所の運営に要する経費に充てるため、当該経費について措置される地方交付税相当額を負担金として支出します。また、北部12市町村は、運営に要する経費に充てるため、県と同様、地方交付税相当額を負担金として支出します。続きまして、3、伊平屋村、伊是名村の診療所及び宿舎等の移転計画についての中の括弧3、管理運営の考え方についてお答えします。県立北部病院附属伊平屋診療所及び伊是名診療所については、北部医療センター開院後は、同病院の附属診療所に位置づけ、既存の診療体制及び診療機能の維持に配慮しつつ、管理運営を行うこととしております。北部医療センターでは、診療所における日常的な疾病や外傷等の診断、治療の支援を行うほか、巡回診療や ICT を活用した遠隔診療等により、専門医療を提供していくこととしております。以上でございます。病院事業局長、我那覇仁君。3、伊平屋村、伊是名村の診療所及び宿舎等の移転計画についてのご質問の中の括弧1、伊平屋及び伊是名診療所等の移転改築計画についてお答えいたします。3の括弧1と3の括弧2は連携しますので、一括してお答えします。診療所等の移転については、伊平屋村からは高台への移転、伊是名村からは役場跡地への移転要望が出されており、病院事業局としては、公立北部医療センターへの統合前に、
移転建て替えが行えるよう調整を行っているところであります。現在、病院事業局と保健医療部との間で、建て替え予算にかかる財源や補助金の活用等について、検討・調整を行っているところであり、今後、地元自治体とも連携し、具体的な移転計画を策定していきたいと考えております。以上でございます。教育長、半峰充君。4、人材育成についての中の、県立名護高等学校附属さくら中学校の応募状況についてお答えいたします。令和5年4月に開校する名護高等学校附属さくら中学校では、129名が志願し、募集定員40名に対する志願倍率は 3.23 倍となっております。去る12月3日に入学者決定にかかる適性検査等が実施されましたが、結果につきましては、令和5年1月6日までに受験者本人へ通知され、順次、入学に向けた手続き等を進める予定としております。同じく4-2、名護商工高校の建築設備系学科設置についてお答えいたします。県立高校の学科等につきましては、地域の生徒数の動向、生徒保護者のニーズ、地域の実情等を考慮して設置しております。名護商工高校においては、令和4年度に建築科を新設したところであり、現在、同校では地域や県立中学校に対し、同学科の魅力発信等に努めております。設備系学科の新設に関しましては、建築科の充足率の推移を分析し、慎重に検討する必要があると考えております。以上でございます。農林水産部長、崎原守光君。農林水産業の振興についての括弧に、名護市食肉センターの移転整備に向けた取り組みとスケジュールについてお答えいたします。名護市食肉センターについては、施設の不具合や故障が続発し、食肉処理業務に支障が生じていると認識しております。県としましては、食肉センターの整備には、家畜防疫措置の観点や、家畜の処理頭数などの実情を踏まえる必要があることから、移転整備の必要性や、補助事業の活用を含めた対応策について、名護市と北部食肉協業組合を含めた3社で検討を続けているところです。現時点では、事業を実施したいや、施設規模等が定まっておらず、移転スケジュールのめどが立つ状況にはありません。同じく5-3、JA 沖縄北部 GP センターの統合についてお答えします。JA 沖縄によると、JA 沖縄北部 GP センターは、平成10年に整備され、各農家から集めた鶏卵の洗浄、選別および販売を行う施設となっており、一部の業務を残し、令和5年4月1日付で、同じ JA 系列の沖縄県鶏卵食鳥流通センターと業務を集約するよう、JA 沖縄内で調整中とのことです。県としましては、JA 沖縄等関係機関と意見交換をしながら、鶏卵農家への影響について注視してまいります。同じく5-4、北部地域における廃鶏の端数、処理方法及び費用についてお答えします。県内の廃鶏については、そのほとんどが沖縄県鶏卵食鳥流通センターで貯蓄されております。同センターによると、令和3年度の廃鶏処理端数は532,404羽とのことですが、市町村別に計上していないため、北部地域における廃鶏処理
波数については把握していないとのことです。なお、土地区費用の農家負担は1羽当たり40円となっております。以上でございます。企業局長、松田悟君。6、工業用水についての括弧1、工業用水を取水している水源の名称と取水量についてお答えします。企業局では、福地ダム、荒川ダム、阿波ダム、噴川ダムの4ダムで工業用水を取水しております。令和3年度の1日当たり平均取水量は1万7900立方メートル、最大取水量は2万2500立方メートルとなっております。同じく、括弧2、名護市における工業用水の需要調査についてお答えします。名護市の工業用水については、市が設定した藪工場適地までの区間で工業用水を供給しております。藪工業適地西側のセメント工場等から給水の要望がありますが、当該地区への給水にあたっては、管路の延伸が必要であり、工業用水道事業の採算性に課題があります。企業局としましては、引き続き名護市等と連携しながら対応してまいります。同じく、括弧3、需要に対する供給状況についてお答えします。令和4年12月1日現在、許田、夜更け、高知、藪の各地区を給水対象とする西海岸地区への給水、失礼しました、西海岸地区への計画給水量は、1日当たり4100立方メートル、契約給水量は2313立方メートルで、契約率は 56.4% となっております。なお、藪工業適地の計画給水量は、導入検討時の需要見込み調査に基づき、1日当たり1000立方メートルとなっており、令和4年12月現在の契約給水量は999立方メートルで、おおむね計画水量に達しております。以上でございます。末松文信君。末松文信君。はい、ご答弁ありがとうございました。それでは、再質問は順序を入れ替えてお願いしたいと思います。まず、6番目の工業用水についてでありますけれども、今、局長からお話がありましたとおり、現状はよく説明されているわけですけれども、そもそも、その工業用水というのは、やっぱり工場適地等に対する給水が目的で、そのことによって工場の立地を図る、そのことによってまた地域の産業の活性化を図るということが趣旨だと思いますけれども、今、需要がないとは言いますけれども、本当は需要はあるけれども、それに即した対応ができてないというのが実態のようであります。なぜかと言いますと、この引き込み口の水圧がなくて、ポンプアップしないと使えないと、これら相当の経費がかかるということで、企業負担が大きい、それで二の足を踏んでいるような状況があります。そういったことについてですね、やっぱり支援する考えはないのか、伺いたいと思います。企業局長、松田悟君。はい、お答えします。これまでの事例によりますと、工業用水を導入する際に、企業の方で導入に必要な
送水管等の整備をしていただいているという事例がございまして、現時点ではまだそういった補助を供給局でやったという事例はございません。以上でございます。松野文信君。いや、その費用が今現実的にね、自前でそのタンクを整備したり圧送したりということで、まあ、しかもその水圧が低いのでなかなか取水できないと、こういうような状況があるようですけれども、これについてはどう考えていますか。企業局長、松田悟君。はい、これまでの事例とも踏まえまして、まあ、目安としましては口径100ミリ管路長10メートルの施設費用が約50万、水道メーターや受水槽などの付属施設に150万ぐらいかかるというのが一般的な状況となってございます。現時点でやはり企業局はいわゆる独立採算制を基本としておりまして、基本的には工業水道の料金で運営するということがございまして、これまで企業の皆様にはそういった負担をしていただいておりましてですね、仮にそれを企業局の方で支出するとなりますと、工業用水道の料金に転嫁するといったようなことになってまいりますので、現時点でその給水を受けている企業の皆様の負担になってしまうというところもございますので、現時点ではなかなか難しい問題であるというふうな認識をしております。松文信君。局長、ちなみにね、工業用水のその取水口の水圧、それから一般の上水道の取水口の水圧、これは基準はどのようになっていますか。基準水圧というか。休憩いたします。再開いたします。企業局長、松田悟君。しょうがません、今手元にその資料がございませんので、後ほどご報告したいと思っております。末松文信君。はい、これはいわゆる上水道ですと名護市あたりだと 1.5 キロぐらいあるんですね。今こういう用水だと 0.05 キロということですから、これとてもじゃないけど自流では流れない、自圧では流れないわけですよ。そういった状況はやっぱり改善する必要があるんじゃないかと思いますが、いかがでしょうか。企業局長、松田悟君。はい、今名護市さんの西海岸地区の工業用水のこの制度設計にあたっては、名護市さんの方とも相談させていただいてですね、で水の需要が、工業用水の需要がどのような形でどのような地区にあるかというようなことを協議をいたしまして、それで野部の工業適地までの工業用水を整備するといったような経緯で整備されたというふうに聞いております。そういうことで、最初 その整備する際のですね、検討の際に野部工業適地までの水量で整備をするといったようなことで整備内容が決まったというふうな状況が背景にあるというふうに認識しております。末松文信君。企業局は企業局の事情があるんでしょうけれども、知事、これね、企業誘致に関することでありますので、そういった企業負担が多いということで二の足踏んでるという状況からすると、今企業局長は採算が取れないからできないという話ですけれども、県としてそれ対応する必要はあると思うんですけれども、いかがですか。商工労働部長、松永京君。はい、お答えいたします。工業用水につきましては、工業用水事業者である企業局にて計画水量の策定を行い、必要な施設整備を行っております。沖縄県商工労働部としましては、産業振興の観点から、沖縄本島北部地域の今後の工業用水の在り方につきまして、今後とも企業局と意見交換を続けていきたいというふうに考えております。末松文信君。いや、意見交換だけではなくて、調査結果、どうすればいいかということは次に報告してください。次に行きます。5番目の農林水産業の振興についてでありますけれども、
括弧2の食肉センターについてでありますけれども、まあ、これは移転整備の必要性については、まあ、それぞれ共有されているようでありますけれども、さっき部長もおっしゃっていたように、事業主体について議論が進まないという状態だと聞いておりますので、これ、そのまましておくといつできるかわからん、現状がずっと継続される、それはよくないと思います。まずここで提案なんですけれども、この県と名護市、そして協業組合、この3社がいずれが事業主体になったときにどういうことになるか、あるいは3社が共同して新たな事業組合、組織を作ったときに、それぞれどういう形になるのかという具体的なスキームを作って議論する必要があるんじゃないかと思いますが、いかがですか。農林水産部長、崎原守光君。ではお答えいたします。県としましては、名護市食肉センターの所有者である名護市が主体となって移転整備の計画実施を行うことが、まあ、適当ではないかなというふうに考えておりまして、これからも名護市に対し事業主体の受託についての引き続きの調整を行いたいというふうに考えております。以上です。末松文信君。部長ね、前にもお話ししましたけれども、沖縄県のその食肉センターについては県全体として計画策定されたはずです。その中で名護市が当時その北部振興事業で作った施設ですけれども、これ名護市のものだからといって名護市が事業主体になるべきだという話はないと思います。まあ、名護市はそういう話をすると、いや私たちはあの時急遽そういう要請があって作ったんだと、これは県全体でやるべきだという主張をしているわけです。まあ、それずっとこの主張をやっているとですね、いつになるか分かりませんので、私がさっき提案したみたいに、その事業主体それぞれスキームを作ってどれがいいのかということについてぜひ検討していただきたいと思いますが、いかがですか。農林水産部長、崎原守光君。食肉センターの整備におきましては、家畜の処理等数と非常に厳しい問題もあるかと思いますので、関係者とよく協議をしてまいりたいと思います。以上です。松文信君。はい、よろしくお願いします。それから次に括弧3の GP センターの計画についてでありますけれども、まあ、これはですね、やっぱり生産地であるやんばるにある GP センターを中部の GP センターと統合するということは、やんばるで今27名の雇用がおります。この雇用した職員が職を失う、それからやんばるから中部に運ぶだけのその輸送費もかかる、それから処理量もかかる、そういったことで農家の負担がかなり多い、まあ、そういったことで特に北部 GP センターが赤字を抱えたわけでもない、スムーズにいっている状況の中でその中部に統合する合理性がないということで生産者は反対を表明しております。それについてどのような考えがありますか、所見を伺いたいと思います。農林水産部長、崎原守光君。北部 GP センターの件につきましては、まあ、JA 沖縄からはですね、JA 沖縄内での経営合理化、JA 沖縄北部 GP センターの機械の老朽化、並びに沖縄県、鶏卵食鳥流通センターの経営安定化と、さまざまな理由に業務の集約を行うというふうに聞いておりますので、県としましては、JA 沖縄、もしくはこの流通、鶏卵食鳥流通センターとですね、よく、話を聞いて、鶏卵農家とのに影響がないように努めてまいりたいと思います。以上です。末松文信君。はい、引き続きご指導をお願いしたいと思います。それでは次に人材育成について、4の人材育成ですが、その名護商工への新しいその学科設置について、今、教育長おっしゃっているように、令和4年に研究学科が設置されるということで、間もないですけれども、ただ、学校聞いてみたら、定員割れしているということもあってですね、地域のニーズとしては、20名でもいいから、一つ設置してほしいと、こういう要望がありますけれども、いかがですか。教育長、半峰光君。設備系学科の新設につきましては、
新たな施設の整備であったりですね、専門教科の教員配置にも必要になってまいります。また今お話があったとおり、学校としても生徒保護者のニーズについてもしっかり検討していく必要があるというふうな考えを持っております。今ご指摘がありましたとおり、工業系学科は定員割れの状況でありますので、そういうことを踏まえて新たな学科については学校としてもまた我々も慎重に今ならざるを得ない状況ではないかなというようなことを考えております。末松文信君、はい、引き続きご検討をお願いしたいと思います。それでは次に移ります。まず1番目の知事の政治姿勢のところですね、普天間飛行場の代替施設の建設についてでありますけど、去る12月8日の採決の取り消しを求めた抗告訴訟について、最高裁が棄却し、県の敗訴が確定したことについて、知事のご所見を伺います。休憩いたします。再開いたします。知事公示を書かず昇君。はい、失礼いたしました。去る12月8日に令和元年に提起した埋め立て承認撤回を取り消した採決の取り消しを求めた、抗告訴訟の判決が言い渡されました。最高裁判所は抗告訴訟によって審査庁である国が行った採決を争うこと自体を、認めておらず、沖縄県は、取り消し訴訟を提起する適格を有しないとして、県の上告を棄却いたしました。今後の対応については、判決文を十分に精査した上で判断することとしております。末松文信君、報道によればこれで埋め立て承認関係についての裁判は全部終結したという報道がありますが、いかがですか。知事公示書を書かず昇君。はい、当初の承認にかかる訴訟については確かにそうですけれども、今現在変更承認申請にかかる不承認処分にかかる関与取り消し訴訟、これは採決と是正の指示、それから同じくそれに関するその抗告訴訟というものが継続しております。末松文信君、今の話の前にね、さっき公室長おっしゃっていましたけれども、都道府県が抗告訴訟で採決の違法性を争うことは認めていないと指摘されています。だとすれば、そもそも訴える資格もないのに、権益を守るなどと言ってですよ。私の資料では2億3000万になっていますけれども、1億86万円の費用をかけて、称賛のない訴訟を繰り返しているのはなぜですか。休憩いたします。
いや、資格のないものをね、あるがごとく言ってさ、裁判してるのはどういうことかと聞いてる。再開いたします。知事公示書、加賀昇君。はい、失礼いたしました。先ほど私、現在3件の裁判が継続中だという、係争中だという答弁をさせていただきました。これ、令和4年4月の8日、国土交通大臣は、県が行った変更不承認処分を、取り消すものにの請決を行っております。県は国土交通大臣が行った裁決が、これはその裁決の名を借りた違法な国の関与に当たると考えていることから、5月の9日に国地方係争処理委員会に審査申し出を行いまして、これに対して同委員会は7月の12日に県が行った審査申し出を却下する決定を行いました。で、県としてはこの却下決定に不服があることから、去る8月の12日に関与取消訴訟を提起したものであるということと、これは採決に関しての関与取消訴訟ですけれども、是正の指示に関しても同様の考え方で関与取消訴訟というものを提起しております。休憩してください。休憩いたします。ここ市長、ここは聞いてないですよ。これまでの裁判何度もやってるけども、資格がない中で何度もやってるわけさね。なんでこれができるのって聞いてるんで。前から裁判所から言われてるでしょ。適格性がないと。適格性もないのに裁判する権利があるわけ。だから門前払い行くんですよ。先だって第一首相法廷はそう言ってるんですよ。 部長も、法室長もそう言ってるでしょ。資格がないって。今まで県民は騙されてきたんですよ。そうですよ。あたかも賞賛があるみたいなこと言って、裁判官なんて言ってる。資格がないと言ってるんでしょ。再開いたします。知事公示書、加賀昇君。はい、県は当時、埋め立て承認後に生じた理由として、
埋め立て承認に付した留意事項や環境保全措置に関する問題点等について、法的な観点から慎重に検討を行ってまいりました。その結果、本件埋め立て承認については、留意事項に基づく事前協議を行わずに工事を開始したという違反行為があり、行政指導を重ねても是正しないこと、さらには軟弱地盤、活断層および高田提言などの問題が承認後に判明したことなどから、公有水面埋め立て法の承認要件に従属しないということが明らかになりました。このため、県としてはその違法な状態を放置できないという法律による行政の原理の観点から、公有水面埋め立て承認を取り消したということでございます。休憩でします。だからね、小石長、これ入り口ゾーンでさ、あんたが今言ったことは関係ないんですよ。訴える資格がないんだから。だから今までぐだぐだそういうことでね、提訴してきたわけよ。それは今回で発見したのはもう資格がないと言われてるんだから。当初の答弁をもう一遍やってください。第一法廷は何て言ってますか。あんた自分でしゃべりよったでしょ。再開いたします。知事公室長、川勝昇君。はい、答弁繰り返しになりますけれども、去る12月8日に令和元年に提起した埋め立て承認撤回を取り消した採決の取り消しを求めた広告訴訟の判決が言い渡された。で、最高裁判所は広告訴訟によって審査庁である国が行った採決を争うこと自体を認めておらず、沖縄県は取り消し訴訟を提起する適格を有しないとして、県の上告を棄却したという判決でございました。末松文信君。今、小石長も資格がないということを明確に申し上げましたので、そういう理解をしておきたいと思います。そこで、去る12月1日、知事が埋め立て変更申請をめぐり、国土交通省の関与取り消しを求めた2つの訴訟について、福岡高裁那覇支部では開かれた第1回口頭弁論で県の主張が退けられ、即日結審となり、判決は来年3月16日に言い渡されることになっておりますけれども、知事の所見を伺いたいと思います。知事、玉城デニー君。初回口頭弁論、私が口頭弁論させていただきました、その口頭弁論で結審し、判決期日が3月16日となったのは、県の主張が退けられたのではなく、当該訴訟においては、地方自治法に基づき、国と地方間の係争を迅速に処理し、早期解決が図られることが期待され、こうした迅速性を考慮したものであると受け止めております。末松文信君。知事は今回の所長も資格があると思っているんですか。休憩いたします。なんで即日決心されるの。議長、いいです。はい、再開いたします。末松文信君。はい、資格がないということは先ほど分かりましたので、それ以上いらないわけでありますけど、知事ね、この地盤改良で工期が大幅に延びる、山への陳述の中ですよ、普
普天間飛行場代替施設の早期完成という目的達成の不確実性が大きいと指摘されておりますけれども、辺野古移設よりも確実性のある具体的施策があるのであれば教えてください。休憩いたします。具体的な施策もなくてね、何を言ってるんですか。不確実性が高いから不承認にした。わけわからない。再開いたします。末松文信君、はい、知事はそういう具体的な策もないままに事業者が行っていることについて不確実性が大きいと指摘されている。このことについて県民はよく理解していただきたいというふうに思います。そこで高市長、先ほど久米産区との意見交換会について名護市から助言をいただいたということですが、どんな助言があったんですか。どんな助言があったんですか、名護市から。休憩いたします。再開いたします。知事公長、加賀昇君。はい、名護市の方からは、この県がその久米産区を訪問し意見交換することに関しまして、例えば面談の持ち方であるとか、面談の設定方法、そういったものについて助言をいただきました。休憩しておく。休憩いたします。聞こえなかった、もう一遍。名護市の方からは、県がその久米産区を訪問して意見交換することに関しまして、例えばその面談の持ち方、例えばその産区一緒にやった方がいいのか、個別にやった方がいいのかということですとか、そういったその面談の設定の方法、そういったものについてアドバイスをいただきました。お願いいたします。末松文信君。はい、今の方法について具体的に検討されていますか。知事公市長、加賀昇君。はい、具体的に、まあ、いつごろ行こうかということですとか、それから、3区まとめてやるのか、あるいはその、個別にやるのかといったことについて調整をしております。末松文信君。じゃあまだ日程も調整されてない。知事公市長、加賀昇君。はい、今現在具体的な日程については定まっておりません。末松文信君。これまでの答弁聞いて皆さんお分かりになったと思いますけれども、本当に資格のない中で堂々と訴訟を起こして県民に不利益を被らしている。で、知事はそれに対する答弁もありません。これを指摘して次に移りたいと思います。
括弧2、名護那覇の鉄軌道導入の進捗状況についてでありますけれども、ちょっと休憩をお願いします。休憩いたします。再開いたします。末松文春君。はい。今お配りしました資料ですけれども、これは沖縄本島ツインゲートウェイ構想といいまして、日本プロジェクト産業協議会で作成されたものであります。去る3月20日の琉球新報にも掲載されているところでありますけれども、この構想はですね、北部空港整備と沖縄自動車道の延伸、そして鉄軌道の整備による北部振興策の提案となっております。なぜ私がこの構造を今紹介するかといいますと、県が鉄軌道導入にあたり、さっきもそうでしたけれども、 B/C がネックになっていることの答弁に終始しているところがあります。まあ、この際新しい要素と発想が必要ではないかという思いから、これを今紹介しているわけであります。この構造を背景に、私としては提案でありますけれども、北部地域における伊江、伊是名、伊平屋島など多様性に満ちた島々のポテンシャルを生かし、その海洋、そして海洋博記念公園や今帰仁城址に加えて、やんばる世界自然遺産や北部テーマパーク、国立自然史博物館、そしてやんばる空港や港湾等へのアクセスする機動交通機関として、また再生可能エネルギーの活用によるカーボンニュートラルへの貢献など、新しい時代にふさわしいやんばる鉄道として導入することによってですね、B/C が上がるのではないかというふうに思っておりますけれども、ご所見を伺いたいと思います。企画部長、義間秀樹君。お答えいたします。今ただいま資料いただいたばかりですので、ちょっと内容を見させていただきたいと思っております。末松文春君。知事、伊江島の構想も入っていますが、いかがでしょうか。休憩いたします。再開いたします。知事、玉城デニー君。はい。今、議員からご提案のいただいた資料、少し目を通しておりますけれども、まあ、北部振興、離島振興、さまざまな考え方があり、またいろいろな方々が参画をする機会を持ちたいと願っていらっしゃるということで、こういうような企画をご提案いただいているのではないかというように思います。末松文春君。はい。それでは、伊是名伊平屋架橋についてもですね、新しい発想を持ってすれば、この B/C の課題も解決できるんじゃないかと私は思っておりますけれども、土木建築部長、一言お願いします。土木建築部長、島袋義明君。はい。伊平屋伊是名架橋についても、ただいま東部で、その課題解決に向けていろいろと検討しているところでございます。今議員ご提出のこの資料についてもですね、しっかり目を通しながら、我々の事業の推進に参考となるべき、いろいろと参考にさせていただきたいと思います。末松文春君。はい。やんばるの中で伊是名伊平屋架橋も夢でありますので、ぜひ実現するようにお願いしたいと思います。以上で終わります。ありがとうございました。20分間休憩いたします。